吉田さん、決断して、一人で、稼いで一人で、生きてね、ここまで来ましたね。お互いにね。まあ、なんかこう、組織に属さず、組織を抱えず、一人で生きる。ね、なんかすごいことのように見えますけども、あの、自分の面倒を自分で見るって、実はそんな特別なことじゃないですよね。むしろ以前ね、吉田さんも私も、 同じような立場として言いますけどもなんか自分以外の責任を抱えてましたよね自分以外の人生を抱えてましたよねそれは支えきれませんよさすがにやっぱりねでも自分一人のことだったら面倒見ていけますよね一人で独立してえもう5年もやってんの10年もやってんのすごいねっていうね声も聞かれますけどもいやいや大したことないよ自分を養ってるだけなんで当たり前じゃないのっていうふうにも考えられるんですよこの当たり前なんですよね 一気当選っていう言葉がありますけども一人で千人と同じ戦いをする働きをするっていう意味ですこれはね千人の組織を抱えてる社長みたいな感じですよねでも一気当選ではなくって一気当一でいいんじゃないかなと要するに一人が一人の面倒を見ていければいいまあ最大値で家族を抱えて一気当四ぐらいでね 三人とか四人の面倒を見ていければもうそれで十分かなと思うわけなんですよ。一人でビジネスして一人で自分の人生を養う。これ特別なことなんですかねむしろ集団でなければ稼げないというふうな縛りがあったときにその集団っていうのがね人の集団ではなくてもはや IT とかテクノロジーの集団でも代替できるよってなったときに集団じゃなくていけない人っていうのは集団じゃないと稼げない人っていうのは その集団から弾き出されてまさに一人になってしまいますよね。で一人で稼ぐのが当たり前じゃなかったとしたらそこではどうなっちゃうんでしょうかってことを考えるんですよ。はい、今日の話まとめるとね「うんまあ、山」っていうテーマで吉谷さんからいただいたんで平らなところから山みたいな感じだったのかもしれませんけどもあの人生には山あり谷ありはこれは当たり前だなと思いますし。 自分で自分の食い縁ぐらい何とかするこれも当たり前だと思うんですよ当たり前ですよねで自分の欲しいなとか見たいなとか食べたいなと思ったことを自分で叶えるのもこれ当たり前だと誰かがそれをやってくれることを待っているっていうのはまあ子供の理論ですよねうん養われているものの理論そう考えていくと会社に勤めているという人はもしかしたら会社に養われているという 形ななかもしれないですねどうなんですかね時代が変わって昔はみんなでやることが当たり前だった。でまあなんていうの暴走族も群れてましたよね。群れなきゃ何もできねえのかよみたいなことを言った人もいたかもしれませんけども一匹狼って実は少ないんですよね。で結局群れなきゃできねえのかよっていうようなね言葉があったことを思い出すと うん、人はやっぱり群れた方がいいこともあるんだなとリーダーも群れられてることによって力を発揮できるのかもしれませんよねだから優秀なリーダーが一人でやったら実は何もできませんでしたみたいなね要するにリーダーってのはいろんな人を使うことによって采配を振ることによって全体をうまくまとめてうん、なんかその能力のない人も 集団になるるるとと能力が出てくるってくっこともあるんですよ要するに対外的には何もできないけども自分のチームの内,内部的にはなんかね力が発揮できるみたいなでそういう人は剥き出しの一人状態になったらこれなかなか難しかったりするんでしょうね、まあ、当たり前ってのはいろんな場面で変わってくると思いますけども、まあ、これからはねあの一人でやるのが当たり前時代にますますなっていくんでしょうねきっと。人人でできるのがが当たたり前みたいな人が てていいくくとさらにに強固になっていくお互いの立場をきちんと理解して譲歩しながらやっていくようになるのかなと感じるんですけどもこの当たり前の当たり行き当たりばったりの当たりなのかそれとも当然こなすべき自分の領分なのかうんそれが問題ですね。言ってらっしゃい